はい、どうも皆さん、こんにちは、しもりです。はい、ということで今回の動画なんですけれども、ダンダンディーバース選手使ってみた。はい、ということでご了承いただいております。2022シリーズの OB のバース選手ですね。私初使用していきたいと思います。ダンドアジストミッパーの 86A 同値でございます。実は適正はファーストで特殊はしておりません。特殊能力超アーティスト広角打法回チャンスということで、めちゃくちゃ強い特殊能力持っているバース選手、今回チャンス出ないんですけども1番で使ってですね、まあ私の初使用で超重量打線ですね、こちらの超重量打線バース村上王高橋由伸ギータという超重量打線、今回皆さんにですねお見せできればいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということでリアタイ行きましょう、どうぞ。はい、ということでですね、まあ今回ランディバース選手初使用というところで、藤浪 VS 藤浪、しかも旧姓との対決です。相手打率3割8分3厘、これは藤浪対決のめちゃくちゃいい試合になると思われますということでですね、まあバース選手は私使ったことないんですけども、まあめちゃくちゃ皆さんですね使い心地がいいというかですね強いというのですね噂になっておりますので、まあ私初使用お願いしますということで、まあ藤浪投手あんま得意ではないんですけども、まあツーシーム張ってストレートもツーシーム同じポイント打っていきたいなと、よろしくお願いします。広角打法パワー89ミート89、ツーシームあります、インコース集中、しっかり流すのは流す、よいしょ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 、ビッグフライバースさん、はい、えぐい、あーちょっと出ました、は何から入ってくるか、えぐくないか、1打席目ホームランはえぐい、惜しい、2者連続ホームランまであと少し、村上、はいはいはい、ビッグフライ、2者連続失点だけど一応2者連続、ストレートあります、集中、3者連続、惜しい惜しい、3者連続いったかと思ったら集中しています、うわー、ナイスバッティング、しっかりとナイスバッティング打ってきます、高橋由伸選手打ってきます、集中、通信、通信、藤浪投手は通信、ボール、ボール、ゲッツやめて、ゲッツやめて、ゲッツやめて、おー、まあまあまあいいでしょう、まあいいでしょう、もう1点取りたい、2点はさすがにちょっと怖い、集中します、はい、ということですね、ホームラン構成で3点取りました、3ホーマーで3点取りましたんで、まあ藤浪投手ですね、私はしっかりと抑えていきたいと思います、モスターの方はしっかりと抑えていくスタイルの投球スタイルでいくんですけども、ボール球多めでいきます、こんな感じでボール球多めで、ちょっと抑えてね、かましていきたいと思います、よろしくお願いします、甘いショート、あ、いいな、ショートでかい、マジでワンタウト取れることがめちゃくちゃでかいです、本当にゴーゴー、いいとこ、長打警戒いきます、集中、もうフォークは基本投げません、フォーク投げたらかまされそうなんで基本投げずにいきます、ガッグ、やべ、オッケーオッケー、ボールならオッケー、ストライクが入りません、サーブ打たれる気がしますけども、まあまあまあフォアボールよりはいいでしょう、ファールでしょう、はい、ファール、ファール、ゴーゴー、ベンチピッチ、セット取るっしょこれ、はい、ツーアウト、これがモサを抑える藤浪晋太郎でございます、私は打たせていただいた、打たなきましたけども甘い、はい、ゼロ点、ゼロ点、はい、いやー、ナイスパスト、ナイス、ボールは神さん、はい、ボール、ボール超えてくれ、頼むから、頼む、はい、ということでですね、絶対に抑えます、絶対に抑えて勝つ、バース選手の動画でバース選手でホームランを打ってしっかりモサに勝っていくというね、そのスタイルをかましていきたいと思ってます、個人的には、ゴーゴー、モサを抑える、モサを抑える藤浪の慎太郎、ゴーゴー、ちょっと怖いけど、フォーク、いやー、クソボール、コントロール悪いやつ、ゴーゴー、頼みます。はい、ボール、はい、ナイス、ボール、ナイス、ボール、ここはもうね、ボールでもいい、究極、いや、いいとこ、いいや、ナイスボールすぎた、ケンパク、今のは、今ゲッツーで抑えます、ゲッツーで抑える、
ゴーゴーゲッツーでゲッツーで甘いゲッツー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 ゲッチュー。でもここで抑えるのが大事。こっからね、ノリに流れに乗るんじゃなくて、しっかり流れをね、自分の中で抑え込んでしっかり抑えていきます。スピードボールを持っています。ゴーゴー、いいとこ行ってくれ。ああま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 あいいでしょう。ちょっとストライク取りに行きます。ここお願い打ち損じてくれ。まあ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 しょうがない、まあしょうがない、まあしょうがないでしょう。まあモサなんで、モサなんで、まあここホームラン打たれてもまだ2点なんで、ここはね攻めでいきます。個人的には攻めでいくんですけども、長打警戒で1点はいいんで、ここ攻めの投球です。はいボール、はいボール、ワンストライク取れたのバカでけ。ここいいとこ来たっしょこれ。はい、モーサーに勝ちました。ありがとうございました。ということですね、2試合目をバース選手大活躍でございます。いきます、2試合目。まあ投球もですね、ガンゴリと飛ばしていきたいなと思いますので、まあ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 抑えられるでしょう私ならというね、謎の自信を持ちながら、抑えていきたいと思いますし、飛んでると思います。よろしくお願いします。飛ばします、どうぞお願い。ストライク入って、いや、いいボールだこれ。レフト、レフト、レフト、いやナイスバッティング。やば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 い、失点していく。はい、ということですね、まあ、バッティングをよろしくお願いしますということでお願いします。スタンプかわしていきながらの1番、さすがのパース選手でございます。アーティストパー90、えぐい。縦スラあります、山田投手の場合は縦スラとストレートあります。縦スラあります。これね、ボールね、ボール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 ね、今のはボール。しっかりボール球見ていきましょう。でも縦スラ張るのは OK でございます。縦スラ張るのは OK、 今の球張っていくのは OK です。個人的には縦スラあります。集中していきます。ノーボールワンストライクです。ボール、あいえ、見えてる、見えてます。バース選手で打ってこそ打ちやすさ。ボール、オッケー。そこはね、もう打たん。こういう時に、ね、ナックルカーブ来るんですよ。こういう時になんでナックルカーブ張ります。4球目は何か、うっ、あー、船切り、ファールボールです。てか全部ボール球、今フォアボールでしたね。あー、ボール球振ってくのはマジやめましょう、本当にそれだけ。落ちるっしょこれ。いや、いない、セカンド。全部ボール球、5球全部ボール球でした今、うん、それ良くない。ボール球振るのはマジで良くないんで、ボール球しっかり見逃していきましょう。打つ上で一番大事かもしれません。はい、これもボール球、これもこれもこれもボール球です。うぅぅぅぅ、ボートしていく。ここ落ちるっしょこれ。しかもはい、こうやってね、これ、はい、センター前抜けていきます。これね、これが面白い、今のが面白い。オッケー、ナイスバッティング。もう一点、もう一点、オッケーオッケー、もう一点、もう一点、はい、ナイスバッティング。ハンド打ち、お願いします、お願いします。マジでこれは帰ってこないと思うんで、すいません、終了させていただきます。3試合目いきます、バース選手どうぞ。はい、ということでですね、バース選手をこの動画ラストの打席にしたいと思っております。よろしくお願いします。アイナビッチャー、田中将大投手、広角、オッケー、広角直した。通信もあります、絶対打ってこの動画締めます。通信、まっすぐ通信、まっすぐ通信、高速スライダー通信、これが1球目。2者連続ホームラン神、いや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 、最強。